久保さんお金は,ないは嘘まああの結構ね久保さんも商品売っててあのすいませんお金がないんですみたいな断り文句まあ何回か受けてきたと思うんですけどもまああのね僕もねいっぱい商品売ってきて商売ずっとやってますけどお金はないはね嘘なんですよねお金はあるんですよどっかにだけど作ろうとしてないっていうかだからこれがあのお,お金があるから買うっていうロジックが うんうん正解であるならば、車も家も売れないですよ。うん。久保さんみたいに現金一括で家を買える人ってまあまああんまりいないので、お金がある。現金一括で家買える。だから買います。お金があるんで買います。家を買います。だからこれも南の帝王から学んだっていうのもあるんですけど。<laughs> まあみんなね、買いたいもんは借金してでも買うんですよ。かどっかからお金作って買,買うんですよね。だから、 あのお金がないっていうのは結局そこまで本当に欲しくさせていないっていうところなんですよね。だから僕はお金がないっていうのはあんま信用してないですよね。で、でお金がないと言いながら他の塾入ったりとかしたりするのもう相当見てきてるので、お金がありませんっつってね、あの他の塾入ってるっていうね、あんちゃら行みたいなね、行ってらっしゃい。